はいどうも皆さんプロスペです。市町村という言葉は当たり前に使われていますが、市、町、村というのは具体的に何が違うのかと聞かれると、なかなか難しいところがあります。というわけで今回は、この3つの基礎自治体の、要件や権限などに関する違いを解説していきます。まずは、要件の違いについて解説していきます。市町村を含む地方公共団体というのは、すべて地方自治法という法律によって設置されています。この法律の中で市町村の要件に関する原則を定めている規定が第8条です。第8条1項では、市の要件について表の通り定めています。都市的業態従事者数に関する規定については、地方自治法施行直前の調査では、第1次産業の従事者数の割合が半分近い値となっているなどの、時代背景があって制定されたものでしょう。現在第1次産業に従事する就業者の割合が 40% を超えている自治体は、全国で18町村のみとなっており、都市的業態従業者数の規定が、市政施行の妨げとなることはほぼなさそうです。その他の都市的要件に関する規定については、各都道府県の条例によって定められているわけですが、この条例の内容は共通点を持ちつつも、各都道府県で若干異なっています。都市的要件を定める条例の共通点を見てみますと、教育施設、文化施設、医療機関、地域経済に関する規定が、47都道府県すべての条例で置かれているほか、8割近くで観光所、公衆衛生施設、交通機関、娯楽施設、都市財政に関する規定が置かれています。具体的にはどのような規定が設けられているかを、広島県を例にとってみてみましょう。広島県の条例が定めている内容は、この表のようになっています。表中にある観光所というのは、警察署や郵便局などの公的機関のことです。娯楽施設に関する規定のところで、例として劇場が挙げられているのは、時代を感じるところですね。比較のために岩手県の条例も見てみます。広島県との大きな違いとして、規定の数が少なくなっているほか、都市財政の規定が、納税額に関する規定となっているのがわかると思います。細かい違いも見ていきますと、教育施設に関する規定は広島県では、中学校と高校が合わせて3つ以上あることでしたが、岩手県では高校があることが教育施設の規定となっています。また、文化施設の規定が広島県では1つあればよかったのが、岩手県では2つあることが要件となっています。このようにその他の都市的要件は、似たようなところはありつつも、規定があったりなかったり、その規定内での具体的な数字や施設が変わっているわけです。さて、ここまでで市政要件を見てきましたが、ご存知の方も多い通り、すべての市がこの要件を満たしているわけではありません。わかりやすいのが人口要件でしょう。日本にある792市のうち291市、割合にして4割近くの市が人口5万人を下回っているのです。このようなことが起こるのには、大きく分けて2つのパターンがあります。1つは、一度は要件を満たしたものの、その後の衰退で要件を満たさなくなったパターンです。市や町には要件は定められていますが、これは市となるとき、町となるときに必要となる条件であって、その要件を下回ったとしても、市から町、町から村へと戻る義務はありません。要するに、なったもん勝ちでその後のことは関係ないわけですね。そしてもう一つが、そもそも市政要件がさっき紹介したものとは違うというパターンです。そもそも、人口要件が5万人になったのは1954年の地方自治法改正後であり、それ以前の人口要件は3万人でした。さらに、1947年に地方自治法が制定される前は、市政及び町村制という法律に基づき市町村が設置されており、古すぎて明確ではないものの、人口2万5000人だとか、また違った要件があったわけです。そして現在の要件が原則となった後も、様々な例外規定が設けられ、人口要件が4万になったり3万になったりしたわけです。特に有名な例外規定が、平成の大合併に関するものでしょう。平成の大合併を促進するために制定された合併特例法は、2000年から2010年までの間に合併が行われる場合、市政のための人口要件を3万人にまで緩和することとしました。さらにそれだけではなく、都市的要件や中心市街地の規定を満たさなくても、人口要件だけ満たしていれば市政施行ができることとしました。つまり平成の大合併期においては、適当な町とか村が集まって人口3万人以上になれば、市政施行ができたわけです。平成の大合併の結果、全国で町村が1634減る一方、市は120増えました。そんなわけで、そもそも今ある市は、5万人という人口要件を満たして、市政施行したところばかりではないのです。ただ現在の人口では、3万人の人口要件すら満たせない市も相当数あるというのが、なんとも残念なところです。次に、町の要件を見ていきます。
地方自治法の町の要件に関する規定は、8条2項なのですが、ここでは具体的な要件は記されておらず、各都道府県の条例に丸投げされています。そのため、町となるために満たさなければならない条件は、都道府県によってかなり異なっています。人口要件と都道府県数の関係をまとめると、この表のようになり、かなり幅が大きいことがわかると思います。具体的な調整要件の内容を、岩手県の条例を例にとってみてみましょう。もちろん市政と調整なので、満たすべき数字は違いますが、規定の種類自体は、市政要件と大差ないように思えます。ただ、岩手県は市政要件の規定はかなり少なかったのに、調整要件になると娯楽施設や観光所が要件になっているのは面白いですね。市の要件と町の要件はこのように定められていますが、村の要件に関する規定は特になく、市の要件を満たさず、さらにその都道府県の町の要件も満たさない自治体が、自動的に村になります。ここまでで、市町村の要件の違いについての解説が終わりましたので、ここからは、市町村の権限などの違いについて解説していきます。先に言っておくと町と村の間には、要件以外の違いは基本的にありません。ここから話す違いはすべて、市と町村の間の違いだと思ってもらって大丈夫です。先ほども出てきた地方自治法の中の、要件以外の規定で市と町村を分けて記述している規定は、表の5つのみとなっています。この表の中にある地方公共団体の組合というのは、複数の地方公共団体が参加する、一部事務組合や広域連合のことですね。見ての通り地方自治法に含まれている、市町村の違いは細かいものであり、大したものではありません。これは、具体的な業務に関しては地方自治法ではなく、その業務に関する個々の法律等で定められているからです。というわけで次は、地方自治法以外で定められている、市町村の権限などの違いを見ていきましょう。総務省は市町村の権限上の主な違いとして、福祉事務所と都市計画の2つの違いのみを挙げています。福祉事務所というのは社会福祉法に基づいて設置される、福祉六法に関する業務を行う機関のことです。この福祉事務所は、市は設置が義務になっていますが、町村は設置が任意となっており、現在福祉事務所を設置している町村は46箇所のみとなっています。ただ、福祉事務所を設置していない場合でも、老人福祉法と、身体障害者福祉法及び知的障害者福祉法に関する業務は、町村が行うこととなっています。都市計画については、市には無条件で都市計画区域を設定することとなっていますが、町村には人口や収容者数などについて一定の要件を満たす場合のみ、都市計画区域を設定することとなっています。これに加えて市と町村では、選挙に関する規定が大きく異なっています。供託金は選挙に立候補する上での、一つの大きなハードルとして知られていますが、それが市と町村でかなり違うというのは、面白いところです。地方自治法は別表で、地方公共団体の権限に関わる法律をまとめているのですが、そこに掲載されている、市と町村を区別した規定がある法律は、ここまで紹介したものを合わせて8法のみとなっています。政令指定都市など、市の中でも限られた自治体が持つ権限というのもあるのですが、そのような権限に関する規定があるだけの法律は、8法の中に含んでいません。ただ、このような特権が与えられる自治体は、市のみであるという意味では、これも市町村の違いと言えるでしょう。ここまで見てきてわかる通り、一般の市と町村の間では、権限などに劇的な違いがあるわけではありません。なのになぜ、平成の大合併時には、多くの町村が市になりたがったのでしょうか。それは、市になることの最大のメリットは、市になることだからです。この言い方だと小泉公文みたいになっちゃいますけど、そういう面は強いのだろうと考えます。実際、近年市政施行した岩手県の滝沢市は、市になるメリットとして、都市的なイメージが向上し、企業立地が促進されることを挙げています。確かにイメージとしては、市が一番都会で、町が真ん中で、村が一番田舎という感じがしますよね。それに加えて、町村の住所の最初につく、郡という表記が字面の田舎同像化させている印象です。逆に言えば、すでに企業立地が進んでおり、都市的イメージなんか向上させる必要がない自治体にとっては、市政施行にそこまでの魅力はないということになります。マツダの本社があり、全国で唯一市政要件を満たしている町村である、広島県の府中町がいい例でしょう。都会的なイメージを向上させるために、市政施行した滝沢市などとは、逆の考えの例もあります。熊本県の阿蘇南部地域の山村合併では、新自治体を村にすべきという意見が、町にすべきという意見を上回ったため、平成の大合併で初の新設された村として、南阿蘇村が誕生しました。これにはあえて村という名称を選択することで、田舎の緑豊かな魅力的イメージを、維持したいという思惑があったと考えられます。
また、市と町村というのは実態として、扱いがかなり異なっているという面もあります。例えば、市町村の並び順は先に市が並んでおり、その後に町村が続いているというパターンが多いですし、統計などでは市と町村は別枠となっていることも多いです。このように市町村に関しては、その名前自体の違いも、かなり大きな意味を持っていると言えるでしょう。まとめますと、市町村には要件の違いはあるものの、権限などの違いはあまりなく、一番大きい違いはその名前自体であるということですね。はい、というわけで今回はここまで。それでは皆さん、また今度。